三河安城駅。三河安城駅は、愛知県安城市三河安城町一丁目にある、東海旅客鉄道 JR 東海の駅である。東海道新幹線と在来線の東海道本線が乗り入れ、乗り換え駅としても機能している。東海道本線の駅番号は CA55。東海道本線の運行形態の詳細は、東海道線を参照。 西岸駅として誕生したため、総事業費、約137億円は地元が負担した。このうち、愛知県の負担が、約30%、安城市が、約50%、周辺市町村が、約8%、民間寄付等が、約12%を占めている。1988年、昭和63年3月13日、新富士駅、掛川駅、 新尾の道駅、東広島駅と共に、東海道、山陽新幹線の新駅として開業した。三河安城駅の事務コー度は、523,140となっている。新幹線ホームと在来線ホームは、約150メートル離れており、日本儀古線橋と、並行して伸びる連絡通路で結ばれている。乗り換える利用客は一旦改札口を出る必要が、 相対式ホーム2面2線を有する高海駅である。ホームのある上下深本線の間に上下本線、通過線がある。東京より4両分のホームには屋根がない。駅舎は安城市の希望により農業都市をイメージしたマンサード屋根の北欧町の建物になっている。ホーム直下を灌漑施設遺産の明治用水が通っている。かつては同じくホーム直下を 愛知県道48号岡崎刈谷線が走っており、今でも交差部直下後に名残を見ることができる。また、駅構内には商業施設のアスティミカワ城があり、飲食店、居酒屋、土産物店など数店舗が営業している。各駅停車の小玉のみが停車する。東京駅から見て、名古屋駅の一つ手前であるため、東京駅からは望みで、 名古屋駅まで行き、そこから U ターンした方が早く着くことが多い。この方法乗車できる、のぞみ J 回数券は2013年10月31日まで発売されていた。他に、豊橋駅で光から乗り換える方法もあり、乗り換えの待ち時間によっては、名古屋駅を経由するよりも早く到着切る。周辺の利用者であっても、のぞみ停車駅の名古屋駅に、 直接向かう乗客も多いため、乗降客は少ない。直営駅である。2008年、平成20年4月1日より所属エリアを、東海鉄道事業本部から、新幹線鉄道事業本部に変更した。切符売り場の営業時間は6時20分23時で、ある。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎となっている。で、改札の業務は、 東海交通事業が自宅している業務委託駅。常日のエリア変更に伴い、在来線部分は安城駅の管理下である。切符売り場の営業時間は5時20分23時である。停車するのは普通列車と臨時列車のみで、新幹線接続駅ではあるが、快速列車は停車しない。新幹線接続駅でありながら、快速、臨時列車と、 夜行列車を除くが通過する例は、1980年代の新大阪駅や西明石駅、共に新快速通過でも見られたが、現在は当駅のみである。快速や新快速には、名古屋方面へは、刈谷駅、豊橋方面へは、岡崎駅で乗り換えることになる。豊橋方面は、安城駅でも乗り換えができるが、同駅では快速に追い越されない。普通列車は、 岡崎駅までは基本的に15分間隔で運転されているが、昼間の一部時間帯は30分間隔となることもある。愛知県統計年間及び安城の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。近年は駅周辺の再開発に伴い、乗車人員は増加傾向にある。駅周辺は駅の誘致が決定してから開発が進められた。 安城市は1986年、昭和61年から20年にわたって、駅周辺の118.4ヘクタールを対象に、土地区画整理事業を行い、2006年、平成18年10月7日に事業を完了した。当駅付近は、開業時、安城市日本理町長の町名であった、駅施設の一部は、隣の三輪城にもかかっていたが、 土地区画整理事業が完了した2006年、平成18年10月7日から、三河安城町、三河安城東町、三河安城南町という町名が、三河安城駅付近の住居表示に使用されるようになった。これらは、該当地域の住民の投票によって決められた。現在、新幹線南口を中心に、 市街地が形成されており、ビジネスホテルなどが集積している。また、駅周辺一帯は、宅地開発が行われ、三河安城小学校や梨の里小学校が新設された。このほか、パークライド向けの有料駐車場も多く設けられている。カリア市東部へも近くと保険である。ただしそのエリアへは、在来線では、東カリア駅からの方が近いことも多い。 東海道線北口東海道新幹線北口東海道線南口東海道新幹線南口。テレビアニメ新幹線変形ロボシンカリオン第68話にて E5MK2 ハヤ N700A のぞみの必殺技に当駅の名前が使用されている三河安城グランクロス。なお、当駅はのぞみ通過駅である。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。